チュニドラ、お笑い。なお決まらなかった模様。何やってるの？カープの真似したかったんやな。何回かお笑いすると勝利の女神が微笑んで勝てるんや。ソースは昨日。小田に負けじと岡林も頑張ってるな。ドベゴンズがお笑い野球してくれてるのに昨日負けたオリックスって地味にヤバくないか。去年日ハムは決めてたのになぜ。やらかした後は連打を打たれるありがちな展開。点取れないからこんな惨めな作戦使うしかないんです。お笑い野球で敗退行為してる中日より真面目に野球やって負け続けてるヤクルトどうなっとんねん。いろいろと下手すぎるのに奇策をするなよ。ディルドスチールとか簡単に決まるもんなの？サインプレイだよね。マホンメイ突入はやるべきやけどな。早急ミスもありうるんやから。失敗の仕方が高校野球みたい。こういうの最初は決まるって聞いたんですけど。チュニって足の速いやつはおるけど走塁は下手よな。これが3年目集大成チュニドラ監督やぞ。まだまだ楽しませてくれるんや。ご視聴ありがとうございました。